南口越谷レイクタウン駅は埼玉県越谷市レイクタウン8丁目にある東日本旅客鉄道武蔵野線の駅である。駅番号は JM21。2面2線の相対式ホームを持つ高架駅で高架下に駅舎と福音約13メートルの自由通路を有している。ホームの有効長は8両編成分の170メートル。 JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託する南越谷駅管理の業務委託駅。自動改札機、自動券売機、指定席券売機、自動生産機、エレベーター、エスカレーター、多目的トイレ、ニューデイズを設置している。駅全体の事業費は36億円。都市再生機構と越谷市が18億円ずつ負担する形をとっている。 簡易水下改札機も設置されていた時期があった。2019年度の1日平均乗車人員は28,675人で、ある利用客数1武蔵野線内では26駅中、第12位で、乗り換え駅ではない武蔵野先端独駅としては、東浦和駅に次ぐ第2位である。イオンレイクタウンへの乗降客と周辺の住宅開発が進み、 2014年度に2万人を上回った。休日には、イオンレイクタウンへ向かう利用客で大変混雑する。当駅の定期外利用率は5割程度であり、武蔵野線の駅で最も高い。開業以降の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた。 小数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は、必ずしも合計と一致しない。イオンレイクタウン風船停留所名は、越谷レイクタウン駅北口。すべてのバスが北口に発着する。各路線の詳細は、朝日自動車越谷営業所、ジャパンタローズを参照1番乗り場2番乗り場3番、乗り場東日本旅客鉄道武蔵野線吉川駅。 越谷レイクタウン駅南越谷駅注釈区、編集出展、編集、JR の1日平均利用客数、JR 東日本の2007年度以降の乗車人員、JR の統計データ、埼玉県統計年間。ありがとうございます。